ヤッピーサイコ。どうも皆さんこんにちは、ホワイトと申します。今回からヤッピーサイコというゲームをやっていくんですけど、なんか死者が大量に出るブラック企業に入社しちゃいましたみたいなストーリーらしいんですよ。もうストーリーがすっげえ面白そうじゃないですか。で、評価もすっげえいいんですよ。で、クオリティもニューゲームやります。よろしくお願いします。うわー、なんかもうこのゆっくり暗転していく感じもう面白い。もう面白い。神ゲー感がもう滲み出てる。もうすげえ、ムービーも。ここは人が多すぎる。電車の中ね、めちゃくちゃ混んでんじゃん。ネクタイも苦しい。ネクタイを締めるのは初めてだ。本当だったんだ。大都会は人を生きたまま飲み込む場所だって。みんな暗っ。死にに行くみたいな雰囲気。そしてこの手紙。採用通知、本、ジョブオファー。騙されていて全部嘘だったらどうしよう。でも、本当かもしれない。この手紙が本当なら、まあ多分大企業、トップの大企業ってことでしょ。これが、僕の初めての仕事だ。おー、面白そう、もう。めちゃくちゃ面白そう。始まった。ここは、まあ、入り口のなんか、待合室みたいなとこ？ブライアン。ふぅ、やっと着いた。場所を間違えてないといいけど。ここら辺をちょっと見回ってみよう。WSA、あ、これ移動ね。少し緊張気味でした。誰か話せる相手いないかな？あ、E で話しかけれるってこと？これダッシュができる。あ、できるね。この人に話しかけるにEボタンを押せばいいってこと？あ、すみません。受注者視点が機能的にタスクを管理することは、発注者製品の順序的に判断する。かっこ閉じ。そこはまんなかったんだね。ああ、まあ終わりね。別に話すことはできないみたいな感じ。あの人のただただ独り言ってこと？このタバコ吸ってる人、ちゃんとここに吸わないで座って吸ってくださいよ。ちょっと迷惑ですね。やあ、僕はブライアン。はじめまして、ブライアン。あ、チャップマンね。なんか優しそう。すまないぐ。俺は名字のチャップマンで呼んでくれないか？大企業は景色を尊重するのは分かってるよな。ああ、ごめん。じゃあ、パスターナクって呼んで。あ、ブライアンパスターナクっていうの？じゃあ、お前のあだ名パスタね。はじめまして、パスターナク。見たところ、君も今日が初日みたいだよね。まあ、落ち着け。緊張するのが普通だ。そうだね。僕、手紙をもらってここに来たんだ。そうか。すまないが、君が入ってきてから君のスーツが気になってしょうがない。何を着ているんだ？スーツだけど。いいや、つまり、どこのデザイナー？誰が仕立てたんだ？あ、いや、わからない。失礼だが、とても変わったスーツに見えて、どこで買ったのか覚えてないか？多分、母がスーパーマーケットで買ってきたと思う。スーパーマーケット？失礼だが、君はどの階級だ？ G 階級だよ。君は？俺の前から消えせろ！この害虫が！どうした？G 階級のクズが俺様に話しかけるだと？なぜだ？なぜだ？うせろ！行け！あ、ごめんなさい。黙れ！お前のようなクソ野郎がどうしてこの会社に？どこにいるのか分かってるのか？お前。ここはシントラ社の本社だ。世界トップクラスの会社を生み出した神話の、いや、伝説のビルだぞ。あ、うん。まだ話は終わっていない。この会社は国際レベルで最も賢く優秀な人間しか採用しない。有名大学の生徒であっても成績が足りずに、落とされ一握りの生徒だけが降格する。経験豊かな、喋るね、めちゃくちゃ。候補者が。いや、落ち着け、チャップマン。お前とは話してられない。うせろ。怖っ。この人、一服中でしょ？めちゃくちゃ怒ったやん。監視カメラとか動いてるけど、あ、なんか立ってる。話しかけれる？あ、こんにちは。僕らブライアン。あら、気さくな人ね。私の名字はヒックス。でもケイトって呼んで。ケイト・ヒックス。あ、そうだった。ごめん。まだ慣れてなくて。僕の名字はパスタ。いいのよ。ケイトって呼んで。その方が自然だから。この人優しいよね、多分。あなた、郊外出身？うん。G 階級だよ。これ行ったらまた変わんじゃないの？あの金髪の男にはもうあった。都会にはああいう傲慢な人たちがたくさんいるわ。ってことは君は首都出身じゃないの？私は E 階級出身よ。でも父がここで就職したので家族の階級も上がったの。すごいや。で、君も採用されたからここにいるの？ええ。大学を卒業して6つの採用試験の合格したの。働くのが楽しみだわ。ここに採用されるのはすごく難しいよね。何千人も応募してたんだし。ところで私は非集計分析部門で働くんだけど、あなたの専門は？専門？当ててあげる。コンピューターシステム管理。どうしたうって。さては、結合プログラム？待って。ネットワーク通信システム？縦型機材管理？構造データ微分のわからん。もうやめて、ケイトさん。いや、僕はただ基礎学習をやっただけだよ。あら。はあ。僕はなんでここにいるんだろう。G 階級生まれの僕がこんな会社に採用されるなんて。あの手紙はきっと冗談か何かだったに違いない。手紙？見て。ブライアン・ペスターナック、あなたはシントラ社の従業員として採用されまして、これによりあなたのステータスは永遠に A 階級にアップグレードされます。どういうこと？これが1週間前に家に届いたんだ。でもわからない。それで僕は今日ここに来たんだけど、やっぱり何かの手違いだったんだ。僕はバカだ。手違いってどういうこと？シントラ社が直々にあなたを採用したのよ。私にとっては、一生に一度しかないチャンスに思えるわ。元気出して。でも、僕はちゃんとした教育も受けてないし、この会社は大企業よ。国中の生徒を精査しているに違いないわ。きっとあなたに将来性を見出したのよ。お、エレベーターが動いた。チャップマンさん、エレベーターにお乗りください。身分が最も高い人から呼ばれるのだよ。わかったかい？もちろんお前たちは違うがな。お前たちの顔からは無教養さがにじみ出てる。あ、ちゃんとタバコ。エレベーターに階の数字が書かれた小さなライトがついてるだろう。別にもう話しかけてないんでさっさと言ってください。上に行けば行くほど高く評価されているということで、9階、取締役室が俺の行き先で。ってことは何？1階に、2階が G ってことで、どんどん上に行くたびに上がるってことでしょ？永久にさよならで貧乏人だもん。うわ、なんかすぐ死にそうの人。てかもう一生会わなくてもいいや、別に。ただただ性格悪いし。2階に泊まったわね。そんなに身分の高い人じゃなかったみたいね。あ、何あいつ嘘ついてたの？何あいつ？あの人もなんか E 階級とか F 階級ぐらいの人。ヒックスさん、エレベーターにお乗りください。わあ、すごく緊張してきた。心臓がバックバックだわ。健闘祈るよ、ケイト。ありがとう、パスタ。いってらっしゃい。この人はたらたらいい人だったね。ねえ、また会いましょう。よかったら今度コーヒーでも一緒に。おっと、これはいいガールフレンディーができるんじゃないですか？もちろん。まあ、いい人も悪い人もいるってことでしょ。まあ、悪い人だけじゃないってことだ。結構いくね。あそこがいい階級なの？ 4 階で止まった。あんな高いところまで。きっと勉強すごく頑張ったんだろうな。とりあえず名前が呼ばれるまで待ってみよう。手紙がいたずらとかじゃないといいけど。待って。まずチャップマンさんは、ねえ、だいぶ下の階で降りたけど。で、ケイトちゃんがそれの2個上でしょ？ってことは、F、G。あいつ G じゃないの？もしかしたら。違うか。でも G であんな怒ってたってことは、1個上ぐらいか。へえ、いつ来んの？なんかこれ資料とか見れんのかな？ E で。差しだ。階級のトップならデラックス国際奨学金で世界一の会社に就職しますよ。これなんか調べるボタンが E ボタン。ちょっと俺ちょっとキーボード操作あんまうまくないからちょっと難しい。パンフレットだ。シントラ社は毎年発展途上区域の何百万もの人々を援助しています。終わっちゃった。これはパンフレットだ。シントラ社は安心安定、公平な給料、そして何よりあなたの幸せを第一に考え、全社に A 階級の市民権を提供します。弊社は業界のトップで半世紀もの間、あなたのために存在してきました。A 階級は僕にとって夢みたいな話だ。でまあ A 階級に行けばもう、すっごいでしょ、給料とか多分。何してんの？おえじゃないよ。お前何自分からやってんのよ。自分からゴミ荒らして、おえじゃないでしょ。何も面白いものがない。いや、ゴミ箱見て面白いもの探すやついねえよ、あんまり。0階がロビー。ここロビーでしょ。で、1階食堂なんだ。で、入会。ってことは、3が IT& セキュリティ、4が配布、5、オフィス。って何？ 7、記録保管室&図書室。で、8が庭。9階会議室、10階管理、屋上。まあ、わかんない。待って。ってことは、あの人が降りたのが、ガーデン？どこなんだろう、あの、チャップマン。チャップマンが行ったところすげえ気になるけど。あ、待てよ。手紙をカメラに見せたらいいのかも。愛を押してブリーフケースを開けられる。愛。うわ、難しい。これでどうするんだろう。E ボタンか。あ、で、使う、見るか。新トラ社からの内定証。社会的地位の向上を提供してくれる。はい。で、使う？もしもし、監視カメラさん？お前すごいね。監視カメラに話しかける人あんまいないよ。僕の名前宛てにこの手紙が届いたんです。仕事をくれるって書いてあるんです。もしかして、何かのいたずらかな？もしもし。無視。なんてバカなんだ。無駄足を踏んだみたいだ。帰るか、じゃあ。帰ろう。結局、シトで初めて就職することにはならないみたい。家まで中旅だな。あ、開いたよ。呼ばれるんじゃないのこれ。何この音。何この BGM。不穏。もう何も起きてないのに、もう不穏だよ。こんなエレベーター入るの怖いことある？入っていいんだよね、多分。入ります。うわ、なにね。なんか、超常現象とか起きるわけじゃないでしょ、だって。どういうゲームなんだろう。だからそんなにあえて調べてるわけじゃないから、どんなホラーゲームなのかよくわかんないんですよね。動けない。勝手に動いてる。だいぶ上行かない？なにちょっと待って。タイトルね。なんか隕石降ってきたのかと思った。一番上まで行くやん。めっちゃ頭が持ってた今。動けんのかな？最上階？何かの間違いだよね。もう A 級やん、お前。やったやん。喜べよ、お前。ほら、ヤッピー、最高じゃないや。お前の名前、ヤッピー。なんかおかしくない？こっちは。ドアがあるけど、鍵がかかっている。なんかもう、血ついてるけど。ちょっと待って。大丈夫？ここなんか社長とかの部屋じゃないの？社長殺されてる？もしかして。これ調べれんのかな？調べれない。これなんだろう？リモコンだ。でも動かない。電池が2個必要だ。なんで電池つけてないんだろう。うわー、行きたくねえけど。うわ、なにキルザ・ウィッチ？魔女を殺せみたいな感じ？どういうこと？まず人の血で何書いてんの？契約書みたい。私、ブライアン・パスターナクは、新トラ社からの仕事の申し出を受け入れ、ることを表明する。付属文書にある通り、私には日給1万クレジット。めちゃくちゃ高いんじゃないの？さらに、業績賞与と生活手当が支給され、私は A 階級に昇格される。は？生活手当まで支給されるって、半端なくない？何もうめちゃくちゃ遊び放題やん、なんか。1日1万クレジット。これはかなりの大金だぞ。ちょっと待って。何かのいたずらかも。付属文章を読んでみよう。現在施行されている法律のあらかじめ決められた規範に従い、求職者は新トラ社の分類システムと一致する専門的サービスを提供することに同意する。規定された支給額を受け取ることで、契約が解除されるまで、本人がこの書類にある全ての付随条項を承認したことをみなす。契約は労働者の意向や労働組合の要求で延長可能である。契約の条件を受け入れることにより、契約者は第1138、めちゃくちゃあるね。従い、個人の全部あるいは一部の事件を放棄する代わりに社会的地位を高めることができる。なんか自分で読んでてるけど頭に全く入ってこない。どういうことなのかよくわからない。いいえ、嫌な予感がする。サインしない方がいい。でも初めての仕事でこんなに大きな会社で働けて、こんなにクレジットもらえるし。ああ。帰れんのかなこれ。帰れんのかな。ちょっと帰れるなら帰ろう。やばいってなって、もう血がやばいもん。ちょっとエレベーター呼んでくださいよ。ちょっと。あ、いけんじゃんいけんじゃん。すげえいけるいけるいける。すみません。また僕なんですが、検討した結果辞退することにしました。いけるかわからない。ちょっと、殺されないよね。うん。いいのかな。ちょっと、帰ろ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 。ゼロんゼロだよね。帰ろ帰ろ。すみません、お邪魔しました。僕、この会社辞めます。仕事を受けずに帰ろ帰ろ帰ろ。帰れんのマジで。この仕事には向いてないと思う。なんかロック解除した。マジでマジで帰りやがった。おい、マジか。終わり？ガチで終わったんだけど。ちょっと待って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 。待って待って。ちょっとたま。うわぁ、じゃあサインしましょうか。はい。ここまで来て今更引き返せない。臆病者って思われちゃう。サインしよう。うわぁ。いや、お前、まずこの、キルザウィッチとか、なんか思えよ。は？なにうわ！何が起きたんだ？リアクション薄くない？普通、もう無理帰るってなるよ。サインしたけど次はどうすればいいのかな。あ、エレベーター開いた。なんか敵とかじゃないよね。普通に俺ただ入社しただけなのになんか殺されそうな雰囲気で出るけど、なんで？他に社員いるんだよね。だったらもうとりあえず行こう。人がいるところに行こう。これで俺どこに行きゃいいんだろう。あ、6階光ってるから6階に行けばいいのかな多分。行けない。2階？あ、1階まだ行ってないけど、あ、待って、1階から行こう。どこに行きゃいいんだろう。なんか、どこかも教えてくれん。あ、食堂か。食堂人いるけど、ここら辺はまだ重要じゃないし、まず自分のその担当のところに行かなきゃいけないってことでしょ。ちょっと1回調べようこれ。ガーデンじゃなくて入会まず2階行ってみる。じゃあちょっといろいろちょっと行ってみましょうか。2階ね。なんか BGM なくなったし。うわわわわわわ、なにこれ。どうしたん？何してんの？明かりなしで暗闇の中をさまようのはごめんだ。明かりがあったとしても歩き回りにくたいな。この人たち何なの？なんか怖い。何の空間？入会って、なんか、落ちた人、うわ、何ここ？全然やばいやん、3階。しかもここ、チャップマンが降りたとこじゃなかったっけ？調べれないね。ちょっと探索しましょうか。空っぽだ。何ここ？ガラクタ置き場みたいになってんじゃん。とても暗い。明かりなしでは入りたくない。チャップマンもしかして、入社当日即死した？チャップマンいる？なんかいる？なにこいつ？段ボールかぶってる？何してんのお前。は？なにこの人。何この人。とりあえず、話しかけない方がいいな、多分。なんか、絶対やべえじゃん、ここ。1000台以上のカメラがあなたの安全を見守っています。笑って。いや、設置するとこ間違えすぎじゃない？ここ2つつけたところで何も意味ないと思うけど。入れる？開かない。じゃあここじゃないってこと？ 1 人しか社員いないし、その1人の社員もちょっと頭おかしそうだし、ここはいない方がいいね。4階。どこなの俺の担当する場所。うわ。あ、ここ？ロビーで会った女の子。ケイトはこの階で働いたはずだけど、暗すぎる。明かりがないと見つけられない。うわ、ほんとや。暗っ。なにいや、何ちょっと話しかけられない。いや待って、これはあかん。この人は何もしてこないね。あ、いるやん。いけないし。どこに立ってんのお前。思いっきり仕事の邪魔してるやん。話しかけれない。いっぱい人いるけど、ちょっとここもやばいな。もうなんか俺出血してるけど大丈夫？本当にこの会社やばくない？ストレスまみ、なんも見えんよ。おお、なんかティッシュみたいなのしてきた。なんかティッシュ何も書かれてない。透かし模様が入ってる。これヘビ？どういうこと？ブリーフケースに入れておこう。不思議な紙を手に入れた。なんかの証明書みたいな感じ。あ、誤解？なんか来た。何こいつ？誰？ヒューゴ。やあ、新任の空海。はい、こんにちは。ブライアン。パスターナック。パスタと言います。はじめまして、ブライアンパスターナック。いや、そうじゃなくて。はははは、冗談だよ。僕はヒューゴ。君の仕事仲間だ。オフィスを案内してあげるよ。すみません。ちょっと混乱してて。わかるよ。郊外出身なら初めての茶会に混乱し疲れてしまうものだ。でも心配しなくても大丈夫。ここで物事がどう機能しているか僕が教えてあげるよ。ありがとう。ここは5階。基本的にデータベースを使った管理業務を行っている。コンピューター関連の仕事さ。はい。ちっちゃくね？ドラえもんみたいな体型してるね。他にもオフィスがいくつかあって、後方には会議室とトイレがある。ここが受付デスクで、受付係は今ここではみんな別々に仕事をしている。例えば、こっちに歩いてくる彼を見て。はい。いや、クラス、熊で来てない？いや、同僚さん。無視されてない？新しい新人を紹介するよ。パスタ。この人ぐらいでは多分ちゃんと接してくれる人。ね、僕らに気づきもしない。寝るために仕事に来てるやつもいるんだ。はい、そうですか。さあ、ついてきて。君のオフィスに案内するよ。なるほど。やっぱ誤解がじゃあ俺の。じゃあ待って。チャップマンは？チャップマンどうなったの？ケチャップマンは？新しいオフィスへようこそ。従業員が何人か病気で休んでて、今はちょっとガラッとしてるけど。病気で何人か休むってそんな偶然ある？何？あ、隠れ家から出てきた社員の一人、捜査だよ。髪の毛どうなってんの？マリモ？こんにちは、パスターナクだよ。いや、この人こそ病気やろ。この人こそ休んだ方がいいでしょ。大丈夫？この人仕事してる？本当に。彼女はちょっと人見知りだけど、話し始めたら誰も止められないんだよ。さあ、オフィスの中を紹介するよ。わかりました。でもまあ、ここはそんなに普通に良くない？このオフィスは。こっちにはコーヒーを作るのに必要不可欠なウォーターサーバーがある。何の変哲もないただの水さ。空になったら誰かが放棄しないといけないんだが、何でもやってくれない時もある。は？やれよ、じゃあお前が。ヒーゴさん、誰かやるって。これがどのオフィスにも欠かせないコーヒーメーカー。毎朝大量にコーヒーをつけるんだ。ちょっとエネルギー補給のために飲んでみるかい？飲みます。大変だ。もうコーヒーがない。もうコーヒーがもうない。このオフィスには眠らない暗い生き物が住んでいる。っていう伝説があってね、話によると、彼女は新鮮なコーヒーしか飲まなくて、なくなってしまっても絶対に作らないんだ。いや、何その伝説？会社にそんな伝説だっていいの？そうだよね、そうさ。仕事してる？いや、飲み方、チャップチャップやめて。くちゃくちゃするやつ。舌でちょっと味わうやつ。そこで君、コーヒーを作ってその暗い生き物をおびき出してみるかい？わかった。何をすればいいのかな？そうだね。まずは水と粉末コーヒーが必要だね。このオフィスのどこかにあらせてよ。なんでどこにあるかわかんねえの？丸。はい、わかりました。この部屋の中にはないってこと？ここ？これいいか。部長と書いてある。邪魔しないでおこう。部長がここの部屋にいるんだ。空っぽだ。捜査が中に隠れる。時々ね。なんで？いや、なんで？隠れる意味ある？仕事しよう。書類がたくさんあるけどコーヒーの材料はない。いや、ここにあんの？まず外じゃないの？こっちには絶対ないでしょ。ってことはやっぱ外じゃないの？これ何もない。俺が調べてるとこと全然違うとこ調べたけど。パン？こんなとこにパンあんの？パンを一切れ手に入れた。いや、謎すぎるでしょ。何もない。じゃあここじゃないってこと？この中に絶対ないよね。何かある？なんかあんの？あった！こんなところにあった！コーヒー粉なの？パック1個手に入れた。なんでここにあんのよ。ヒューゴ、うまくいかないかも。ゴミ箱に入ってました。ああ、大丈夫だよ。少しフーフーすれば完璧だ。ちょっと待って、ここの会社の人たち全員ちょっと頭のネジ飛んでる？俺がまともだよね、多分。で、これで水と、だよね。じゃあ、水も持ってくるってこと？はい。これで水をいっぱい手に入れた。これでどうすりゃいいの？動けない。よし、魔法の材料を集められたみたいだね。どこが魔法なのかよくわかんないけど、じゃあコーヒーメーカーのスイッチを入れよう。か、丸。はい、わかりました。何のゲーム今？コーヒーを入れるゲームになってる。コーヒー入れますか？はい。これで、うわ、てか監視カメラもあるんだ。時計めっちゃ動いてね。コーヒーをいっぱい手に入れた。コーヒーはただのコップ一杯の水よりももっと活力を高める。水はシャワーを浴びるためだけのものだよね。そう？さて、基本はこれくらいかな。何か質問ある？僕の仕事って何かな？もう働きたいのかい？まだ出勤したばかりじゃないかい。あ、君に教えないといけない。一番大事なことを忘れてたよ。はい、何ですか？コピー機だ。印刷するにはインクと用紙が必要だ。もうすでにセットしてある。これを使って。四半期ごとの数字とか作業文書とかの大事なデータを印刷できる。でもさ、それって下の階の人がやる仕事だよね。僕たち5階の社員はこの素敵なコピー機を使ってもっと楽しいことをするんだ。例えば、お尻をコピーしてみたりね。大丈夫ですか？うん、本当にあなた大丈夫ですか？それで大丈夫ですか？何を言ってんの、この人。いや、何してんの？何してんの、本当に。こいつ首にした方がいいですよ、マジで。さあ、僕のお尻がきれいに取れてるか見てみよう。両面コピーにするべきだったかな。いや、マジで何で笑ってんの？何にも面白くないんだけど。さあ、君の番だよ。いや、大丈夫だよ。早く。一回やってみたらどれだけ面白いかわかるから、恥ずかしいならお尻じゃなくてもいいし、顔でやってみてよ。いや、顔危なくね？顔？でもさっきお尻を。やるの？わかった。いや、やるのお前。アホなの？あっちゃ、よしぎれだ。あ、よかった。じゃあ、残念だけど、また今度だね。お願いだよ。こんなこと一緒にできるのは君だけなんだ。操作は怖がりでやろうともしてくれないんだ。オフィスによしが一番もないなんて、君のブリーフケースに入ってないかい？ある。うん。さっき拾った白い紙があるけど、それでも印刷できる？もちろん。どんな紙でも大丈夫だよ。機械の中で君の頭をちゃんとガラスに押し当てるんだよ。はい。不思議な紙を使った。いいのこれ使って。使っちゃっていいの？いや、何しとんねん、お前。魂をコピーした？魂？わお！すごい光。何が起こったの？魔女の紙だ。魔女ってさっきも血で書いてたけど。これは。やるべきことは分かってるようだね、パスタなく。は？何を知ってんのこの人。それで、僕の仕事って一体何？さっきも言ったけど、もう働き始めたいのなら、君のそばにある古いコンピューターを使って、そっち？そこから任務を与えられる。ここで働くんじゃないの俺。どれ？どうやってこの古いコンピューターをオンにするんだ？ダメだ。電源が切れてるみたい。これか。ここじゃなくて、これじゃないの？このコンセント。そこじゃないよ。コンセント刺さってないやんけ。ワイヤーを差し込んでみよう。そう、それ。なんで抜かれてんの？なんでわざと抜いてやんだよ。誰か使ってなかったの？お、すごい。コンピューターにアクセスするには ID カードが必要です。ないよ、そんな。ID カード？ちょっと ID カードないっすか？ヒューゴー、また邪魔して悪いんだけど、コンピューターを使うには ID カードが必要みたい。丸。ああ、そうだって。部長のオフィスに置きおられてるやつで、届いてるか見てくるね。ありがとう。別に悪い人ではないんだけど、なんか、絶対なんか隠してるよね。これセーブないの？なに、ちょっと待って。これ、ちょっとセーブないか、ちょっと。セーブどこでやんねん？わかんねえや。なんか来てる。もしもし。パスターナックさん？はい、そうです。はじめまして。私が部長だ。ID カードをもらっていないと、ヒューゴから聞いた。管理上のミスがあったようだ。申し訳ない。いえ、気にしないでください。君の ID カードは他のオフィスに送られてしまったようだ。同じ階のオフィス D にある。D？ オフィス D ですね。ありがとうございます。じゃあこれで取りに行けばいいってこと？とりあえず、操作さんは仕事をしてないよね。操作さんいる？彼女を邪魔しない方がいい。何してんのあの人。見えない。オフィス D。こっち？あ、いけない。EF ってことは、あ、左の方ね。左のってか、誰もいないじゃん。誰もいない。トイレあって。え、こっちじゃないの？オフィス D。あ、こっち。A はダメでしょ。なんか入っちゃいけなそう。何これ？月間優秀社員の写真だ。すべての写真にヒューが写ってる。え、すごいじゃん。あの人めちゃくちゃ優秀ってこと？そんな風に全く見えなかったけど、なんかどっちかって言えば、え？あの人すぐ死にそうだけど。こう押せばいいの？はい。ソファーがドアを塞いでる。押してどっかせるかな？おー、頑張れ！なんで閉じ込められてる感じになってんだろう。お邪魔します。もう何これ。なんかやばいって絶対。おっと、ここは暗すぎる。誰かいますか？床に文字が。罠だ。はっ！笑えない。電気をつけよう。なんでな、ヒューゴ？あいつ、なに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 、いった！ちょっと待って待って、おいおい、なにこれ。押せ、よけろよけろ。どうするんだろうこれ。飛んできたところをよけ、いけ、今いったい。ちょっと待って、ま、死んじゃう。ちょっと待って、これ待っとけば体力回復する。死んじゃうって俺もう。なんか声聞こえる。回復しなさそう。どうすりゃいいんだよこれ。どのタイミングで来んのお前。いや来いや早く。いや怖い。え、でも近くにダメ、どうすりゃいいんだよこれ。助けて。ああ避けた。よし。え、なんかやばいやついる。ちょっと何してんの。え、 M？ ド M？ ド M なの？大丈夫？すみません、出口はどこですか？え、大丈夫？なんてことだ。椅子に縛られてる。どうなってんだ。すぐにほどいてあげる。いやごめん、やりかわかんないこれ。どうすりゃええんこれ。